皆さんこんにちは、木下ゆうかです。バカにしてない、バカにしてない。今日は、まあ、木下ゆうか風にちょっと大食いドミノピザの話題になってるでかいチーズピザを挑戦したいと思います。調べてみたんだけど1キロもあるよ。1キロのチーズピザ、それと700g、500g、250g ていうか 250g でも結構多くない？チーズどうしよう。いや、1キロ 1000g は絶対無理。なんか 100g あたりのチーズにはさ、だいたい400以上のカロリー含まれてるから、1キロのチーズピザさ、4000カロリーとかになるよな。それ以上5000カロリーとか。めっちゃお腹すかせてきたつもりだったんだけど、ちょっとね、500g、 500g でやってみます。ウルトラチーズラウンドカット 500g ピザ、チーズ 500g、 メープルソース1個付き。メープルソースがつくの？3000円、高っ。じゃあ3000円出して、今日はできるだけ多くカロリーを取りたいと思います。じゃあそれで買ってきます。きた、買ってきたで。やっぱりさ、なんか分からんけど買うときはさ、ちょっと恥ずかしかった。なんか今なんか自粛生活だし、なんか絶対パーティーとか友達を呼んで家でワイワイしてるとか絶対そういうじゃない上に、一人に行って1枚だけのめっちゃチーズピザ頼んでさ、お兄さんチーズ好きなんですねって思われたかな。まあ大丈夫か、気にしすぎか。なんかソースついてきたで。これ何？ドミノーズってしか書いてない。あ、これがメープルソースか。ついてくるメープルソースです。開けてみる、開けてみる。おお、あ、うん、あ、まあまあまあ、いやいやいや、まあ自分で何を想像したかわからんからねこんな感じです。おお、でも美味しそう、めっちゃ美味しそう。おおほほほ、めっちゃ結構重い。やっぱ重さあるよな、普通のピザより。ちょっとどんどん自信なくなってきた食べきれない、もう木下ゆうかじゃないし、これ俺、これ俺。おお、あ、でも美味しそう。今日は全然ご飯食べてないからまだ。おお、美味しそうですよ。いただきます。分厚い。うんうん、うん、うまっ、うまっ。チーズで美味しいよ、ピザチーズだけで美味しいよ。うん、あれも重い、でもチーズは食べやすい。これこれチーズ何使ってる？食べやすい。この動画ある程度食レポなんだけど、俺そんな単語ないからね日本語ではそんな難しいこと言えないから、美味しいとしか言えない。チーズがしっかりしながら滑らかな食感ですとか。いや、木下ゆうかすごいよ、すごいよ。いや、普通だったら丸一個のピザ丸一枚食えるけど、これは違うよ。これもう本当にこの三角の一枚だけで腹が満たされる。チーズも分厚いけど中までちゃんと焼いてる。ちゃんと焼けてる。いいな。チーズにメープルつける？初めてなんだけど俺。チーズにメープル。え、重っ。これ普通のメープルやん。パンケーキとかにめっちゃ、あ、いい匂いする、いい匂いする。めっちゃパンケーキにのせるやつやん、完全に。これアメリカの発想、チーズピザにメープルって。うん、あ、でもいける、全然いける。しょっぱいと甘いが絶妙、絶妙
絶妙絶妙に口の中で絡んでくる。うんうん、うまいうまい。いやいやいや、全然想像以上に美味しいよ、メープル。なんかマックバンのさ、そういうめっちゃ重いご飯、マックバンのさの動画さ、食べながら喋ってる、いつも。なんかマックバンの動画一応見たことあるけど、最初から最後まで見ないじゃん。なんか飛ばして、あ、こんな感じかと思ってなんか終わらせる。でもずっと喋ってる、マックバン。それかもう本当に黙って食ってるだけで面白いのね。だってもうチーズピーズ食べながら喋れん口がチーズでいっぱいだから。無理、もう無理、苦しい、普通に苦しい。重さ違うよな。まあ一応チーズとしては思ってたより食べやすくて味すぎに飽きなかったけど、重いよ。なんか体で感じる重さ。うわ、でも 500g で今しか食べれてないってさ、もう大したことないよねこれぐらい誰でも食べれると思うけど、あとちょっと、あとちょっとだけ。横がこんなに分厚いよ、チーズ。めっちゃ分厚い。もう無理、ごめんなさい。いやもう俺大食い向いてない、もともとね分かってたんだけど、大食いとかたくさん食べるのは向いてないです。でも美味しい、これ普通に美味しい。すぐにチーズの味飽きないし、まあ友達とかみんなで食べれたら楽しいなと思ったんです。今日の動画こんな感じです、皆さん。食べきれなかったけどね、こんな小さいサイズでも食べきれなかったけど、後で食べます、皆さん。じゃあねー。